明日から東京でチアダンスの全国大会が開かれます。中四国予選を1位で通過した香川の尽誠学園が初めての全国制覇を狙います。音楽に合わせたキレのある動作が持ち味です。尽誠学園応援部チアです。去年秋に開催された中国四国大会で優勝し、11回連続の全国大会出場を決めました。早く全国大会で、その今私たちができるパフォーマンスを早く見したいなと思っています。尽誠学園が出場するのは11人以上でパフォーマンスを行うミディアムクラスです。現在の部員は14人で、チアダンスを始めて間もない1年生も全員出場します。アイミフレックス斜め、はい、軸足が右の軸足が曲がってしまってる、はい、先輩が後輩へ、後輩が先輩へ、はい、部員同士が互いに指導し合うのが尽誠学園チアの特徴です。学年関係なく、そのお互い言い合って直していった方が、その自分の気づけないところも気づけたり、やらされる練習はやっぱ上手くならないので、やっぱりそこにやっぱり自分たちが考えて自分たちで一生懸命やるというところに尽きるかなとは思っています。全国大会を4日後に控えたこの日も、動きのチェックに余念がありません。ジャンプやターン、ポンポンを持ったアームなど、キレのある動きが高得点につながります。チアダンスで求められるのは、観客を魅了するパフォーマンスです。一人一人メンバーがその後悔がないように、その見てくれている方々にもその元気を与えられるような人生の応援部チアらしいパフォーマンスができたらなと思っています。互いに技術を高め合ってきた14人が狙うのは初めての優勝です。一人一人が全力で悔いのない一本を踊り、優勝を目指して頑張ります。5、6、7、8